皆さん、こんにちは。今日からメトロニュースが始まります。メトロニュースでは、大阪メトロをはじめ、大阪シティバスや大阪地下街など、大阪メトログループをもっと知っていただくために、様々な情報を配信していきます。今回は、2019年10月1日からの運賃改定についてご説明します。大阪メトロと大阪シティバスは、 2019年10月から消費税率が8%から10%に引き上げられることを受け、運賃を改定します。ご覧ください。こちらは2019年9月までと10月以降の運賃の一覧です。消費税は適正に転嫁した上で、お客様への利益還元として、地下鉄の1区から3区までの普通運賃と、 大阪シティバスの普通運賃は据え置きます。この据え置きに伴う減収額は年間およそ18億円となりますが、経営努力により吸収します。もちろん、可動式ホーム柵設置の前倒しや車両更新など、お客様の安全、安心やサービス向上のための取り組みには影響を及ぼすことなく積極的に進めます。なお、 ピタパカードでご利用いただくと10%以上の割引があり、例えば初乗りの1区は162円となります。ぜひこの機会にピタパカードをお申し込みください。また定期券は運賃改定前に購入すると10月以降もそのままご利用いただけます。定期券は通用開始日の14日前から購入できますので9月中の購入をお勧めします。 通勤定期券、継続の通学定期券の購入には、全駅に設置しているピンク色の券売機が便利です。ぜひご利用ください。またお会いしましょう。